と、ミシン糸の上端の編みぐるみを編んでみようの第29回です。はい、はい、どうも、編みぐるみストの角田です。どうも。はい、まあ、そんなわけで今回はとミシン糸の上端の編みぐるみを編んでみようの第29回です。はい、まあ、そんなわけでですね、上端、こちらですね、上端を編んでます。はい、でですね、前回までで、前回がですね、上端のこの片手、まあ、片腕をつけたところで糸がプチって言って、まあ、時間的に、まあ、ちょっとちょうど良かったっていうのも変なんですけども、ちょっとですね、そこまでやって、ちょっとその、なんていうのかな、まあ、今回それをっていうのも何を言ってるんだって感じなんですけども、まあ、ちょっとあの図に書いて説明、まあ、せっかくのでしますと、この、まあ、このアマビエはほっといてですね、アマビエはいいんですけども、この顔があってここに手を今つけてたんですよね。顔があって手をつけてて、このミシン糸でこうやってつないでますよね。でここの一番最後まで縫ってところで、ここでプチッて切れちゃったんですよね、中で。なのでもうこれがだから今は平気なんですけども、まあ、多分自然にこつれてきちゃう的な感じに今なってるんですよね。ってことで、よいしょ、ちょっとそれも修理っていうのも変だな、ちょっと補強しつつちょっともう片方の腕を今日はつけていきたいと思います。はい、ってことで、まさかあそこでプチって切れると思わなかったので、ちょっとびっくりしたんですけども、もっといきなり、いきなりに、いやー、でも本当にミシン糸はちょっとしたことで切れちゃうので、気をつけないとっていう感じですね。よし、ということで早速編んでいきます。編んでいきますじゃないか、縫っていきますか。これで大丈夫か。なんで手につかない感じになってますけど、今日は。
糸が通って、よいしょ。いつの間にか抜けていた。おお、今みたいにそこで入ると気持ちいいですよね。糸が通って、なんかもう今日は一日いいことがありそうな感じですよね。で、綿をちょっと詰めますと。よいしょ。で、前回も入れたんですけど、本当にこのウエタンのこの手ですね、この腕の手の大きさなのでですね、まあ、このぐらいですね、このぐらいの綿で全然足りるといった感じですね。本当に家にある綿はなんか一回買いだめじゃないですけども、買っちゃった綿がですね、まだ未開封のが何個かあるんで、本当になんかあれですよね、もう毛糸の編みぐるみを編まなかったら消費は絶対無理だなという感じなのでですね、希望する方には差し上げますみたいな感じで言ったところで、結局今って普通に100均で買えるので送料が高いじゃないかみたいな感じになっちゃいますよね。
いや待てよ、なんか怪しい、なんか間違ってる気がする。待てよ、違う、そうじゃない、こっちからこう来てるんだから、待て、くるって回ってきたからこうだよ、待って、こうしてこう回ったからこうか、危ない、危ないのと、ちょっと渡るかな、詰め切れていなかった、前回も言ったんですけども、この顔が出っ張ってるので、これがすごいやりづらいので、あ、できた、まあ、そういう時は一旦こっちまでガーってやった後にガーって戻ってくるというやり方でできるんですけども、おそらく無理やり今みたいな状況で、あの、このなんだろう、顔が邪魔なんですけども、やろうとしてると多分針が曲がってきたりとかですね、すると思うので、でもやっちゃってるみたいな感じなんですけども、で前回のですね、一番初めに話したここのですね、補強というか、あれはですね、まあ、なんだろう、例えばこれが1個だけの場合、まあ、別にこのまま補強というかですね、糸を通してそこのところにやればいいんですけども、今回はですね、こっちの手というところで、まあなんだろうな、反対側にもあるということで、こっちまでこうして、ここからこんな感じで、おっと、ちょっと今ですね、見づらい、今あの、バッテリーの残量が 20% を切っておりますみたいなのが出ちゃって、画面が見えなかったんで、ちょっと、あと表示を消したところでだったんですけども、通ってない、で話を戻すと、こっちにあったのでですね、まあ、ついでにこの余り糸みたいので、こっちに一緒に補強をしたっていうところですね、今。また一発で取った。ついてる。よいしょ。多分これでおそらく大丈夫だと思います。はい。手間がでかかったか、
で、はい、とりあえず手はこれで OK です。よし、で手がつけられました。はい、こんな感じですね。手がついたウエタンです。で足と尻尾ですね、バランスも大丈夫ですね。はい、で手とあとは足か、足と尻尾なので足が1個できてるんですよね。ということでどうしようかな、足をもう1個作っちゃおうかな。うん、足でいいかな。あ、ちょっと見づらい、やり直そう。よいしょ。ダメそうな時はちょっとあれですね、すぐにやめないと。そうなんですよね、結局なんか編んでてなんか変な感じになってどうしようかなって感じで編み進めると結局できなくてやり直しみたいなのが結構あるので、あとまたぶつかってしまいました、申し訳ないです。あーでもこれ丸まりすぎてる気がするな。ちょっと分かるかは、ちょっと分かってもらえるか分かんないんですけども、このとですね、内側に丸まりすぎてるというかですね、ちょっと編みづらいんですよね、正直なところ。うん。そうなんですよね、これが。若干厄介というかですね。たまにあるんですよね。
これがあの一番初めの作り目の輪っかを編む時の面倒くさいというかですね、厄介なところなんですよね。普通に言うことを聞いてくれないといった感じで、この切れるっていうもこのなんだろうな、これがあるんですよね本当に。このさっきの針に糸が通って今日はついてるなとか言ってるそばから、結局最後のこれでもたつくっていう、よし気を取り直して。あ、でも久しぶりなのこんだけ作り目の輪っかで。強く引っ張るとさっきみたいにプチって、でもそんな強く引っ張ってたわけでもないんですよね。うん、これなら大丈夫かな。うん、これは大丈夫ですね。うん。よし。で、OK かな。
よし。で、いいか。この真ん中が開いちゃってるのはですね。ということでですね、足2つ目ですね、編んだところでですね、1つ目はこれ前々回かな、編んでるんですけども、これでまあ足が2つできたというところでですね、次回はですね、この足をくっつけていきたいと思います。はい。そんなわけでですね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ではでは。